新在家駅は兵庫県神戸市名田区新在家北町一丁目にある阪神電気鉄道本線の駅。駅番号は HS27。1967年に高架化されるまでは現在地より南に駅があった。跡地は商業施設や駐車場になっている。相対式ホーム2面2線を有する高架駅である。分岐器や絶対信号機を持たないため、 停留所に分類される。改札口は、梅田寄りの1カ所のみで1階にあり、ホームは2階にある。実際には構内に、蒸気の乗り場番号表記はないが、公式サイトの構内図では、上りホームが1番線、下りホームが2番線とされている。ホーム油校長は19メートル級の阪神車両を6両編成に、対応する120メートルであるが、現行ダイヤでは6両編成の営業列車は、 停車しない。21メートル級の近畿日本鉄道車両を6両編成は停車できない。上下とも普通電車が毎時6本発着する。以下に発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。2019年11月の1日の平均乗降客数は11,523人である。2002年を境に利用者数は増加に転じている。 駅の北方、約500メートルの位置に、西日本旅客鉄道六甲道駅がある。阪急電鉄六甲駅へは、約1200メートルあり、上り坂で徒歩では15から20分程度かかる。この他に、駅の北方、約200メートルの位置に、神戸市バス、阪神バスの名田区役所前停留所があり、六甲山方面、阪神西宮、阪神三宮方面へのバスが発着する。 ありがとうございます。